縁泉寺は、東京都世田谷区大使堂三丁目にある新聞州、豊山派の仏教寺院。窓か泉寺とも表記される。聖徳大使を祀る堂があり、付近の地名は、この大使堂にちなんでいる。山道入り口あたり寺院は、遅くとも南北朝時代の末期に大使堂と小堂ができていたものと推測されている。その後、文禄四年になって、吉江によって中高がなされた。 世田谷の地名などが載せる伝承によると、久米寺から聖徳太子像と十一面観音像を背負って不況のため関東地方に訪れていた吉江が当地で一泊した際、夢に現れた聖徳太子が当時は冷戦が湧き出ていたこの地で祀られることの望んだため、道具を建てたという。その後、江戸時代になると中野、宝泉寺の末寺になる。漢文十二年には、 後新区与党が増流される。安政4年に出荷により、本堂、大主堂などが消失した。安政7年に本堂などが再建。現在の本堂は、明治32年に完成。大正15年に大改修が行われる。その後の第二次世界大戦の戦火からは免れた。戦後は、本堂の改修、大主堂の改修が行われ現在に至る。明治4年。 世田谷区内では初となる学校であり、世田谷区内の近代教育の走りとも言える、大使道教学所が付近の村の有志たちにより建立された。教学所では市民平等の理念に基づき平等に教育を行い、世田谷の教育界において大きな影響を与えた宮野先帯らを教師として招いた。大使道教学所は一時期、当事院内に校舎が置かれた。 東京地名研究室、大使道聖徳大使由来の学びの地、産経新聞長官2018年11月25日2018年12月1日、閲覧。大使道教学書は、明治6年に新学生によって、第二中学区第四番小学江原学校になった。世田谷区内では、最初に作られた小学校である。それにちなんで境内に、 宮野千平の聖徳の石踏みが立てられる。ありがとうございます。